どうも赤木です。今回はですね、先ほど終わりました ACL2022 決勝第1戦マルヒラル対浦和レッズの試合を振り返っていこうと思います。はい、結果は1対1、貴重なアウェーゴールを浦和レッズ奪いまして、アウェーの地で引き分けという結果になりました。前半12分にアルドーサリ選手のゴール、そして52分に興梠選手のゴールで1対1ということになりました。両チームのスタメン表なんですけども、ここ2戦のリーグ戦は秋元が右、そして荻原が左という形だったんですけど、この試合やはり酒井が戻ってきました。はい、そして一方のアルヒラルなんですけども、外国人選手はですね、イガロ、マレガ、そして、ブラジル人選手のマイケルという3人になりました。僕の予想ではね、クレジャル、ピエットなんかを、予想してたんですけども、と予想と外れる形になりました。さらにアルヒラルの方はですね、かなり、ベテラン選手が多いなという印象で、平均年齢も30歳を超えていますし、6年前レッズと初めて対戦した時に在籍していたアルドーサリ、アルブライフ、アルブライヒ、アルマイフなんかが、まだチームに在籍していると。はい、まず試合を振り返る前にですね、スタジアムの雰囲気ですね。今回は 2017ACL の決勝でも使われましたムクファファタスタジアムで行われまして、やはり6万人以上入るスタジアムですので、ホームの大声援非常にこだましていてですね、ほぼ男性ということで、かなりのぶとい声が響いていましたし、雰囲気的には J リーグにはないかなり異様な雰囲気だったと思います。そういった中でもレッズのサポーターかなり多く駆けつけていましたし、中継でもね、声援がかなり聞こえてきていましたので、サウジアラビアまで駆けつけたレッズサポーター本当にすごいなというふうに思いましたし、こういった方たちのサポートはね、選手の力になったと思います。また埼玉スタジアムパブリックビューイングも行われていたみたいで、こちらの方にもかなりの数のサポーターが駆けつけたということでした。そしてですね、僕は中継の方でダゾーンで見ていたんですけども、ダゾーンの試合前の選手紹介のシーンなんですけども、こんな感じでですね、かなりもうボケてんのかっていうぐらい選手名間違えてますし、外国籍選手と日本人選手の名前がごっちゃになって、なんかハーフタレントみたいな感じになっていまして、正直面白かったんですけども、なんでこんなことになっちゃうんだろうっていう、かなり、謎がちょっとこれはひどい間違いだなというふうに思いました。個人的にアレクサンダー岩波が一番好きでした。試合の内容の方なんですけども、この2ボランチのアルファラジ菅野がセンターバックの間だったりですとか、このセンターバックの枠に降りてきて、縦パスを入れたりですとか、アルドーサリがねかなり流動的に動きますので、出てきたアルドーサリに入れて、落として展開させると。ただですね、ご覧の通りかなり後ろに人数をかけてですね、ボールを運びますので、レッズの守備としては、こういったね、センターバックにある程度ボールを持たせまして、サイドバックもね、ボールを受けにかなり降りてきますので、サイドハーフに渡ったところで、ボールを奪えていましたし、後ろに人数をかけたところから、縦パスを仕込もうとしますので、この入ったところに対して、ディフェンスラインの選手がね、かなり簡単に前を向かせないように強く当たってですね、そこからカウンターを打つというシーンが多くあったと思います。なのでですね、スタッツはこんな感じで、7割以上ボールを保持していたんですけども、アルヒラルは流れの中から効果的な攻撃ができなかったというふうに思います。はい、この27分のシーンなんかですね、アルベラヒがね、このスペースに誰か降りてくるようにという指示をするんですけども、結局このスペースに2人が降りてしまう形になって、ボールがずれまして、伊藤がカットして運んでいって、そこにいたコールキにパスを出したんですけども、コールキがちょっと滑ってしまってチャンスにはならなかったんでした。ただですね、そういった少ないチャンスの一つを決められてしまったのが12分の先制弾のシーンだったんですけども、マイケルがサイドを縦に突破しまして、グランダのクロスを上げます。右に入ったマレがかなりこのクロスボールに対しては中にね入り込んできていますので、ショルツ・マリウスが見る形になるんですけども、中に後ろを抜けてしまって、アルドーサリが攻めてゴールという形でした。もしかしたらね、声が届かなかったのかもしれませんが、このシーンに関しては連携のミスだったかなというふうに思います。ただレッツは後ろからのつなぎでチャンス作れていたと思います。基本的にこの西川がボールを持った時にはツートップ気味になるイガロ、マレがそれほどプレスに来ませんので、センターバックに出たところにプレッシングをかけに行くという形でした。また岩尾に対してはアルファラジがマークを見るような形を取っていましたので、人がここに降りたりですとか、西川選手のこの蹴り上げっていうところからチャンスを作れていたと。アルヒルのセンターバックは、こういったスペースにね受ける選手、特に興梠選手なんかに対してかなりボールが入った時にはかなりタイトにマークをついていましたので、ここで興梠選手を収めて展開する形でもチャンスを作れていました。はい、17分のシーンなんかはショルツが興梠に、ロングボールを送って、興梠がうまく収めて小泉にボールを落としまして、小泉が奪いに来た菅野の逆を取って、興梠浮き球へのボールを送ったんですけども、ここはアルブライヒに足を出されてしまいまして、ゴールには結びつきませんでした。エンド変わって後半の1分のシーンなんかも、西川から降りてきた伊藤にボールが入って、アルドーサイがねちょっと遅れてプレッシングに行くんですけども、すぐ大久保に刺します。連動したプレッシングっていうのはないので、比較的簡単に、こういったスペースでボールを受けられたと思います。はい、このシーンは大久保からコールケイのパスは、アルベラヒに
カットされてしまったんですけども、後半7分にこういったアルヒラルの弱点をついて同点に追いつくことができます。このシーン、岩尾がねボールを持って開いていたマリウスに落として関根に、浮き玉を当てまして関根は小泉に落とします。小泉には菅野がついたんですけども、うまく後ろを向いて小泉は岩尾にボールを渡します。はい、そしてご覧の通り中盤にはまた大きなスペースが空きましたので、岩尾から大久保に渡って前を向いた大久保からアルブライヒの裏を取ったコール系スルーパスが送られます。アルブライヒの伸ばした足がボールに当たったんですけども、後方に流れていってポストに当たった、コール球コール機が詰めて、これで同点ゴールと。その67分に2トップの2人に変えましたカンテと安井が入って縦パスをカットしたところから安井が持ち運んだりですとか、カンテが一度収めて後ろから上がってくる選手を使うカウンターが何とか見られました。はい、さらに80分には酒井に変えて荻原、さらに大久保に変えて早川が入りました。リーグ戦ルヴァンカップでも非常にいい動きを見せていた早川だったんですけども、このACL という決勝の大舞台でも物怖じせずにプレーしていましたので、ますます今後は楽しみになってくる選手だなと感じました。さらに85分には岩尾がアルドーサリを倒した後にアルドーサリの報復行為、アルドーサリが岩尾を蹴って報復行為ということで一発レッドを食らいまして、第2戦に向けても非常に大きいと思います。はい、今回は第1戦を振り返ってみたんですけども、やはりですねアルヒラル菅野の両脇っていうところは非常に大きなスペース空きますし、チャンヒョンスアルブライヒが潰しに出ていったところの裏のスペースっていうのをついていくような攻撃ができれば多くのチャンスを作ることができると思います。相手の間にポジションを取ってこう配置で崩していくようなチームではありませんし、イガロ、マレがこういった選手に当てたところからのコンビネーションというところを抑えれば十分ね勝てる相手だというふうに思います。ここまでご視聴していただきありがとうございました。第2戦に向けてかなり希望を持てる第1戦のこの内容だったと思いますので、5月6日僕も現地に行って優勝の瞬間をいただきたいというふうに思います。それでは。